さん、いつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在まで全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合はこちら、2003年の12月5日日本武道館で行われた全日本プロレス対01、川田俊明、剣道家臣組対橋本真也、坂田渡組の一戦です。はい、2003年の頃というとですね、全日本プロレス対01という構想がもうどんどん激化していった中でですね、川田俊明選手がそもそも怪我していたりだとか、そこから橋本真也選手も怪我したりだとか、なかなかこうトピックスの多い時代でもありました。はい、まあこれまでもね、結構その前後の試合とか取り上げておりますけども、2000年には空位となった三冠ヘビー級王座を決めるトーナメントにおいて天竜芸一郎選手に敗れて、惜しくも王座退冠とはなりませんでしたけども、2001年にはですね、全日本プロレス対 WAR 5対5対抗戦の中で冬木耕道選手を下すなど、私が全日本プロレスの顔だとお客さんをこう安心させる意味でも、もう自身がね、そういう強気なね発言をするという機会が非常に多かった時代でもあります。そういう活躍がありですね、ようやくこう2002年の2月、三冠ヘビー級王座に挑戦する機会が回ってきました。当時はまだ外的チャンピオンだった武藤敬司選手を下し、なんとか三冠王座を全日本プロレスに奪還したという伝説的な試合が行われました。しかしこの試合の中でですね、川田俊明選手が足を負傷してしまったということで、この試合の翌日から長期欠場に入ってしまうことになります。まあ、その中でですね、2002年の後半終わり頃からですね、01勢との抗争が激化していくことになります。その流れで行われた2003年の2月、三冠ヘビー級王座戦、グレートムタ対橋本真也の一戦ですね。この試合にグレートムタが敗北してしまうということで、橋本真也が三冠王座を初体感すると、これを川田俊明選手は下の解説席で見守っていたわけですね。また自らの目の前でですね、至宝である三冠ヘビー級王座のベルトが他団体に流出する姿をこうまざまざとね見せつけられてしまったわけですけども、そして2003年の4月、ようやく復帰を遂げた川田俊明選手、ここからどんどん復調していてですね、2003年の7月、ようやく王者橋本真也の挑戦が決定いたしました。これにですね、やっぱり当時の全日本プロレスファンはもう歓喜したわけですね。また再び、川田俊明こそが、三冠ヘビー級王座を取り戻してくれるものだと、あの時のね武藤敬司を破った記憶がねフラッシュバックしたファンも多かったと思いますけども、この橋本真也戦の前哨戦の中でですね、橋本真也選手がなんと右肩を脱臼してしまうということで、この王座戦が流れてしまったんですね。その代わりに行われたのが小川直也選手とのタッグマッチ、このバトルライブラリー史上でも、一番の視聴数を稼いだ小川直也選手との全面戦争という、サムネイル の試合ですね。まあその流れもありですね、三冠王座のベルトを返上すると、2003年の9月に、新王者決定トーナメントが行われ、決勝で大谷慎二郎選手を下し、川田俊明選手が久しぶりに三冠王座を巻くと、この試合の翌月にはですね、ドン・フライ選手を対戦相手にし、三冠王座を防衛いたしました。そしてこの試合の、王座防衛が決まった直後に現れたのが橋本真也です。はい、もともとはミスター IWGP とまで呼ばれておりましたけども、2000年に小川直也選手に敗北したことから辞表を提出すると、その翌年にですね01を旗揚げするという流れになっていきます。この01がですね、2002年末ぐらいからですね、どんどん全日本プロレスの構想を深めていくことになります。2003年の2月にはグレートムタに勝利し、三冠王座を初体感いたしました。そしてリング上でですね、馬場さんありがとうございますと堂々と宣言するも、まあ、客席からブーイングを浴びると、まあ当然ですね。2003年の7月には、次期挑戦者川田俊明選手との前哨戦の中でですね、右肩を脱臼してしまうということで、全治6ヶ月という診断を下されました。調べるとですね、なんと、2003年の8月23日01の対戦カードになんと橋本俊明選手の名前がありました。というわけで、だいたいこの1月半ぐらいですかね、全治6ヶ月という診断だったはずなのに、なんと1ヶ月半ぐらいで復帰をしてしまっているわけですね。強行軍だなと思うんですけども、まあ確かに1月半で復帰はできると思うんですけども、やっぱりまだこう手術したばっかりなのでね、橋本真也選手ぐらいのアスリートであればね、全くこの別の話かとは思いますけども、やっぱりこの筋量が追いついてこなかったりとかですね、肩の違和感だったりとか、外した記憶っていうのがまだ残ってると思うので、ここら辺も考えてこうちょっとこう自然とね腕を使ったりっていうのをこうセーブするようなね、まだまだそれぐらいだと思うんですけども、そんな最中、なんと01によって復帰をしていたと。そして、今回ですね、2003年の10月対ドン・フライ戦を終えた川田俊明の元に現れるということになっております。それがきっかけとなり、今回の試合を結びついていくと。今回ご紹介するタッグマッチをきっかけにしてですね、2000年の2月にようやくこの2人の三冠王座戦が行われました。この試合も以前ご紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。
はい、というわけで今回はですね、橋本真也選手と川田千秋選手についてご紹介しましたけども、剣道家臣選手と坂田航選手もですね、なかなかこう浅からぬ因縁があるというところですね。家臣選手に関しては2002年末ぐらいからですね、ゼロワンに参戦していたという中でですね、ジュニア階級としてこのゼロワンのジュニア、ゼロワンのジュニアっていうと、この当時はね、坂田航がタイトルを総なめにしてた時期でもあります。そこら辺でもいざこざがあるという2人がこの混じったタッグマッチ、メンツの豪華さも含めて本当にこの見どころの多いタッグマッチ、ぜひ最後までお楽しみにご覧いただければと思います。2003年2月23日日本武道館、グレート無駄を破り第31代三冠ヘビー級王者に輝いたゼロワンの橋本真也。その後も嵐、小島聡を下し2度の防衛に成功。全日本プロレス破壊まであと一歩に迫っていたが、右肩と右膝の負傷で無念の王座返上を余儀なくされた。空になった三冠ベルトをめぐり、9月6日日本武道館で王者決定ワンナイトトーナメントが行われた。決勝戦では川田利明とゼロワンの大谷慎二郎が激突した。ジャンピングハイキック、一体もうこの蹴り技何発に待ったのか。ジャンピングハイキック、抑え込んでいって、カウントはツーカウント、カウントはツーカウント。さあステップキックから抑え込んでいって、スリーカウント、やったやった。川田は大谷を破り、約半年ぶりに三冠ベルトを全日本に取り戻した。10月26日日本武道館、第32代三冠ヘビー級王者となった川田に立ちはだかったのはアルティメットサイボーグ、ドン・フライ。イースロックで川田利明、ここからストレッチプラムに行くか。ドン・フライにストレッチプラム、苦しいぞドン・フライ。数々の強豪、格闘技界を代表する選手を左右の拳で破ってきたドン・フライか。アルティメット選手を下し初防衛に成功した川田の前に現れたのはやはりこの男だった。あ、橋本真也が来た。橋本真也がやってまいりました。俺が知らぬ間にチャンピオンになって、まさか当たってるかと、それは知らないところだ。それ確かに返上した、だけど気持ちよく取りに行かせてもらう、これを受けて全日本サイドは三冠王者川田と世界ジュニアヘビー級王者剣道家臣のコンビでゼロワン代表チームとタッグマッチを行うと発表した。ゼロワンサイドは橋本真也と天下一ジュニア、ウィンタージュニアの2冠王坂田航のコンビに決定。川田と橋本の2度目の直接対決が実現する。そして家臣と坂田の因縁はゼロワンの7月6日両国に遡る。天下一ジュニアベルトを捨てられた坂田は激怒、家臣のマスクを破り続く7月19日日本武道館にも乱入した。そしてこの最強のジュニアチャンピオンを止める男は一体誰なのか。おっとあーっと、これはゼロワン坂田です。坂田航選手が乱入してまいりました。そして葛西潤だ。坂田がマスク、家臣のマスクを歯にかり、その間に葛西潤がベルトを強奪。しかし花道の奥から葛林も出てまいりました。そのベルトか、ベルトで一撃、怒りの葛林がそれを迎えていく。そしてリング上では全日本プロレスとゼロワン、ヘビーとジュニアのダブル因縁マッチの行方は。覚悟はできてますか、川田さん。橋本、待ちくたびれてんだよ俺は。全日本プロレス VS ゼロワン、川田利明、剣道家臣 VS 橋本真也、坂田航。過去の坂田航、橋本真也組の入場です。冬将軍の足音が遥か彼方から響き渡ってくる。その冬将軍は凄まじく、
そして戦場を駆け回ろうとしている。さあ今やってくるぞ、この男たちがやってくる。天下の大将軍橋本真也、そして天下一ジュニア、インタージュニアの二冠王坂田渡る、勇ましく入場してまいります。やってまいりました坂田渡る、そして大将軍橋本真也。これから歩く道は茨の道なのか、それとも自分たちの力でその茨を避け勝利のロードが目の前に立ちはだかるのか。青き仮面の狼剣道家臣、そしてデンジャラス系川田利明、待ちくたびれていたんだよというあの 10.26、 この日本武道館で発したコメント。さあ橋本真也と直接対決を迎えます川田利明。本日のメイベント全日本プロレス対ゼロワン、各マッチ60分1本勝負を行います。青コーナー200パウンド坂田渡る、二冠王坂田渡る、橋本真也、天下の大将軍橋本真也、長子大役パンド剣道家臣、青き仮面の狼剣道家臣、二役パンド加藤真也君、デンジャラス系川田俊明、クリスマスのジングルベルならぬリングベルが間もなく鳴り響きます。さあこちらはゼロワン、橋本がじっと顎を引いて前方を見つめている、その先は川田俊明であります、橋本真也、そしてこちらは川田俊明、先発はどちらが行くのか、剣道家臣が行く、そして青コーナーサイドは坂田渡るか、大将格はじっとコーナーの奥深いところで見入っています。さあ天下分け目のタッグマッチ、全日本対ゼロワン、どちらが行くのかまだ決まりません。さあ大将格が行きます、川田橋本からスタート、ゴング鳴ってスタートいたしました。橋本微動しません、川田も微動しません。この両雄、2003年7月6日熱かったあの夏の両国国技館以来の直接対決、サーブスカッター、解説は小佐野影弘さん、実況私松崎俊夫でバイオレンスにお送りしてまいります。小佐野さんよろしく。よろしくお願いします。さあ川田とそして橋本がぶつかりました、この瞬間宇佐野さんの胸中どうでしょう。そうですね、あの本当にね、はい、もうこの7月からね、はい、2人の頭からそれぞれの名前が消えたことはなかったと思うんですよね、はい、今ぶつけてますよね。そうですね、毛下がりできた、さあ毛下がりから張ってる、あお喉をついた、地獄好きだ、天下の大将軍橋本真也、破壊王がこの川田を破壊してしまうのか、ヘッドシザーズになりました。さあ橋本真也、ここはスライディングしたタックルしていった、川田俊明、グランドの展開にこの橋本真也をいざなおという体勢を作っています。グランドの展開か、片方の腕を掴んでいます、左側から相手のその腕を決めにかかろうという川田俊明であります。一方の橋本真也は川田俊明の足か、やはり痛めているその膝、そのあたりを知っていることは間違いないでしょう橋本真也。さあここは腕を取っています橋本真也、場内からは川田コール、さらには中にはこの橋本にコールを送っているファンの方もいらっしゃいます。東京九段の日本武道館、八角形の戦場、その中勇ましくゼロ番のその旗を掲げてやってまいりました、ゼロ番の大将軍破壊王、それが橋本真也、そしてこの川田俊明、それを受けて立つというそんな展開であります。さあ川田俊明、
腕を取っています。橋本真也、相手の攻撃を受けながらその川田の力、そのあたりを試しているような感じがします。橋本真也であります。まあ、川田の場合はね、いろいろ紆余曲折あって三冠王者になりましたけども、はい、その両国でね、うん、自分がギブアップしたわけじゃなくて、はい、淵がタオルを投げての負けだったんですが、記録上は橋本に負けてしまったというね、ものが残ってるわけですよね。これはやっぱり川田にとっては我慢ならないことだろうし、そうですね、橋本もあの試合で怪我をしなければ、はい、自分が三冠王者であると、はい、いう意識はあると思うんですよね。負けて取られたわけじゃないですからね。はい、今年の2月23日この日本武道館で第30代三冠ヘビー級王者だったグレート・ムタを破り、見事第31代三冠王者となり、4月12日にはこの武道館で嵐、6月13日には名古屋で小島の挑戦を退け、7月19日の武道館では7月13日大阪での挑戦者決定戦で武藤を破ったこの川田と対戦することが決定していましたが、右肩右膝を負傷し無念の王座返上、団長の思いで三冠のベルトをその手から全日本マットに送り返しました。しかし選手の熱き思いは次期三冠挑戦へと道がつながっています。橋本真也、さあその橋本真也にローキック、しかし橋本真也にローキックを見舞ってまいります。川田俊明、深い蹴り技、飛び込んでいっての蹴り技、川田俊明であります。さあそして橋本真也じっと川田を見つめています。思えば川田俊明は10月26日この日本武道館であのアルティメットサイボーグドン・フライの挑戦を退けました。ドン・フライがあのストレッチクラムから落とされてしまいました。見事防衛に成功した川田俊明であります。さあ次なる防衛戦の相手は今この強烈なローキック合戦を展開している0番の破壊王橋本真也なのか。もう意地の張り合いですね。蹴って蹴って蹴りまくっています。さあ川田俊明押し落としている。さあちょっと川田にもダメージがあります。橋本真也にもダメージがある。さあこの橋本真也あのを引いてじっとこの川田俊明を見つめています。そして川田俊明ここで持って展開を切り替えてこようというのか。逆片エビ固めの体勢、橋本真也の頭部のあたりを蹴り込んでまいります。川田俊明場内からその蹴りに合わせて声が発せられています。満員の東京九段日本武道館、全日本プロレス対ゼロワンのタッグマッチ60分一本勝負、川田家臣組対橋本坂田。さあ川田俊明逆片エビ固めの体勢、橋本真也サードロープが見えてくる。さあサードロープに懸命に今右の手苦し紛れのエスケープをしました0番の大将軍破壊王この橋本真也であります。けさ蹴りで持って膝にけさ蹴りですね。そうですね、危ないですよね、当たりどころによってはね。はい、痛めているその膝。さあ、まあ、共に膝には爆弾を抱えています川田と橋本。ここで持って坂田渡が入ってまいります。坂田渡、そしてこちらは剣道家臣が赤コーナーから入ってまいります。両者の対戦、第20代世界ジュニアヘビー級王者剣道家臣、そしてこの天下一ジュニアインタージュニアに冠王坂田渡る。今5分を経過しました。家臣との因縁は坂田、7月6日両国でベルトを捨てられてしまい、また7月19日この全日本の武道館大会に乱入し家臣を襲撃しました坂田渡る。さあロープに振られる、今度はどうか飛びついてくるがどうか。おここはくるんと回り込んでいってルチャサッポーでもありますこの剣道家臣であります。さあ蹴り技ハイキック、坂田左からの蹴り、今度は右が入ってくる。さあエルボーが入ってくる、坂田渡る。坂田のエルボーからエプロンからリングした場外戦になるのかどうか。そのエプロンには橋本真也がいます。青コーナーサイド、さあこれを坂田が追ってくるのか。坂田がおっと、なんと宮本じゃないですね、葛西潤ですね、はい、ぶつけていきましたね。葛西潤を坂田にぶつけて向こう側のフェンスに一撃。こういう戦法に出るとね、はい、やっぱり坂田の方は一本気なね、ファイターなんでね、はい、辛いかもしれないですね。そうですね、はい、さあ乱戦状態になった日本武道館の椅子叩きつけた。さあ剣道家臣、こうやってラフプレーになりますと強いものがあります剣道家臣になります。さあ橋本真也を指差しまして、この剣道家臣が坂田渡るをエプロンからリング内、
そして髪を掴んでいって坂田渡る。ダブルハンマー落とします。剣道家臣です。エルボースマッシュ、ランカシャー仕込みのそのエルボーを放ってまいります。剣道家臣であります。今度は肘、肘を見舞ってまいります。坂田至近距離から来る。しかし、うん、ナットショット、高眼蹴りが待っていました。しかも、ね、今の角度はね、あのレフリーもチェックしづらい角度で行きましたよね。そうですよね。家臣の右シューズが坂田の金敵にめり込んでまいりました。そして今度はブレンバスター狙ってくる。坂田が腰を落としてまいります。坂田渡る、剣道家臣にブレンバスター。ブレンバスター見舞っておいて橋本真也が入ってまいります。家臣と橋本の局面を迎えている。さあこの爆殺ファイター橋本真也、ちらっと川戸、いやいやいや、ものすごい様相で橋本真也は川田俊明を睨みつけています。しかしね、まさかこの2人がね、全日本のリングでね、はい、あの戦うというのはね、昔は想像もつかなかったですよね。本当ですね、くるっと回っていった。さあ抑え込んでいってスクールボーイ。さあこれはどうか、橋本真也にフェイントをかけておいて、カウントは2カウント、カウント2で返しました。橋本真也飛びついていった。3セットを狙いますがどうか。橋本真也の腰は重い。サラマウト、ヒップドロップを見舞われてしまいました。さあ剣道家臣、3セットには行かせてくれませんでした橋本真也。そしてエプロンからリングした。さあゼロワン軍のそのエプロン、そして2位見舞ってくる。坂田の左右の2位が待っている。そして今度はフェンスに、おっとフェンスを飛び越えてしまった。放送席私の右横、フロアディレクターサイドでもってやり合っている。そしてお客さんのカッサ、いやいや椅子を奪った。坂田が椅子でもって一撃。坂田がそして蹴り技。さあ坂田が、そして今放送席目の前、エプロンからリングインさせました坂田渡であります。剣道家臣、まあフェンスの向こうから飛び越えてしまったというね、このラフに来ます。しかしリング内、けさ切り、けさ切りできた。川田が入ってくる。さあ川田と橋本の局面を迎えています。逆水平、逆水平見舞ってまいります。逆水平から、さあ橋本どうするか。エルボー見舞われる。今度はけさ切り、けさ切りできた。けさ切りとチョップ合戦だった。川田がハイキック。さあこのつばめ返し、ローを蹴ってくる。そしてバックキック、橋本ちょっと目が回ったのか、片方の膝をついてしまいました。さあグイーンところを引っ張り込んでいって青コーナーサイド。さあそして坂田渡る、2位を見舞ってまいります。この坂田の2位っていうのは大佐野さん、強力な2位ですよね。そうですね、あの坂田のね、はい、あの打撃技がね、はい、川田にどう通用するのかっていうのもちょっと見てみたいポイントですよね。そうですね、坂田も意識してると思うんですよ。はい、ローキック、坂田渡る、ハイキック、ハイキック、頬はたいた。ちょっとこれは空振り、いなされました。いなしたのは坂田渡る。左右の2位が待っているか。エルボーになっていって、エルボーではエルボーでその応戦しようという川田俊明。エルボー見舞った。さあもう一発エルボーで来るのか川田俊明。おっちょっと川田の顔がね、今変わりましたよ。川田が変わった。あ、切れましたよ。そうですね、川田のその激高した表情。しかしさあ、ここは坂田が、まあ、この辺りはうまいですよね。そうですね、あの膠着状態に持っていくというのはね、はい、そして2位を見舞ってくるが、たまに空手剣道家臣がダブルカッター見舞ってまいります。そしてエプロンからリングした。さあ坂田がエプロンからリングした。放送席目の前、ここは剣道家臣がどうするか。ダブルハンマー落としてまいりました。そして家臣がそこでまたダブルハンマー落としてまいります。剣道家臣、坂田渡るに2発見舞っていった。そして本部席か、いや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 、向こう側の本部席に見舞ってまいりました。さあどうするのか。ハンマー落として剣道家臣です。
エプロンからリング内、さあリングインとなって川田俊明が待っている。川田俊明がこの坂田渡をフロントネックロックの体勢でもってニュートラルコーナー、白いコーナーマット付近に寄せつけてまいりました。さあね、今家臣がね、はい、あの場外に持ってったことによってね、はい、ちょっと川田冷静さ取り戻しましたよね、あのままいったらちょっとね試合にならなくなるんじゃないかと思いましたけどね。そうですね、ショートのエルボーからまた怒りましたよ。そうですね、あっと至近距離からの2位を見舞ってまいります、この川田俊明。川田の2位、坂田がエルボー、若い力を持って、やっぱり気が強いですね。そうですね、さあバックキック、片方の足を掴んでいって、そして剣道家臣が入ってまいります。剣道家臣がキャンパスの中央でもってくるんと回り込んでいった。さあどうする、腕を決めにかかっています。さあキャメルクラッチ、キャメルクラッチ、ここでもって坂田の、おお、やっぱり腹のあたり。そうですね、ただのキャメルクラッチにはしないですね、はい、そうですね。坂田渡るが赤コーナーサイドのそのラフ殺法の前にちょっとあえいでいる感じがします。完全に坂田の蹴り、その蹴りが出ないように太もものあたりを蹴ってくる。さあ今度は剣道家臣が右の顔面です、顎のあたり踏みつけている。そして今度は川田俊明、連携プレーといいますか、そのタッチワークっていうのはやっぱ赤コーナーサイド早いですね。そうですね、家臣と、ね、川田なんでね、はい、どうなるものかと思いましたけども、はい、結構息合わせてますよね、さあ坂田のエルボーから今度はハイキック、川田のハイキック、そして坂田渡る2位を見舞われる。さあ川田を捉え込んでいくんですが、しかし川田はトップロープを持っています。坂田の投げ技とらわれないようにしていますが、ダブルハンマーを剣道家臣落としてくる。そしてコーナーマットに坂田渡るを押し付ける。また麻痺、右の頸動脈のあたりを踏みつけています剣道家臣です。プープラトンで持って蹴り技、さあその両者の足を喉、頸動脈、頭部、そのあたりに見舞われています。坂田渡る孤軍奮闘となってしまうのか。で家臣が要所要所でね、いい動きしますね、はい、きちっとね川田をね、はい、やりたいようにやってるようで川田をきちっとフォローしてますね。そうですね、飛び込んでいったところ膝が待っていた坂田、足を気にしながら、しかしタッチはさせません。あっとこれバックのヒールキックは空を切りました。さあそして今度はどうか、2位を見舞ってくる。左側から2位見舞っておいて、円錐見舞ってまいります坂田渡。ちょっとね坂田ね、スタミナ切れてますね、はい、あの蹴りにもねなんか切れ味なくなってきましたね、はい、そして橋本真也、さあ爆殺シューターの蹴りか。川田が入ってくる、川田にハイキック見舞ってくる。 川田がちょっとそのハイキックを受ける、3発目受けてダウン。行きましたね、これは手を置いてですよ、ね、はい、ステフキック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 、今手を置いて今度は深い蹴り技、そして串刺しハイキック。橋本真也、ここはもう太い団子が串に刺さったという感じ。そしてひねりを加えた速攻で来るのがブレンバスター、橋本の腰は重い、橋本の腰は重いです。いやいや、今度は橋本がその川田を投げようとしているかどうか。2位を見舞った、2位見舞ってくる左から、そして DDT に来た。さあ DDT 見舞ったが川田が起き上がった、ハイキック計算切り、ここはジャンピングハイキック。何かもう三冠戦の前哨戦とも言うべきカード、抑え込んでいってカウント入りますが、カウントは2カウント、カウント2で勝ちました。今のは強引に引っこ抜くようにね、自らジャンプしていきましたね。そうですね、坂田に行けという指示を与えて坂田渡が入ってくる。まあ、それこそこのタッチはね、橋本にしてみればね、ゼロワンを舐められんじゃねえぞというね、あの意識だと思うんですよね。そうですね、切り離してくる。さあバックを取った坂田が、バックを取った、綺麗に決まった、どうかジャーマン、カウントは2カウント。もう一発来るぞ、さあそれを切ってくるのか、川田は切り離してくる、ジャンピングハイキック、
チーンと入った。今なんか鈍い音がしましたよね。そうですね、ちょっとあの坂田目がうつろになってますね。はい、さあ川田が捉えていってもう一発、いやブロック、ブロックしていって向こう側のトップロープ、さあ橋本、いや橋本が飛び込んでいった家臣にストマックのあたりに一発膝、足を払っていった、水面がいいですね。そうですね、さあ川田がちょっとこれは痛めている、その足膝負傷している、膝が待っていた、膝ですね、はい、さあ川田俊明ここでもって膝十字、ゼロワンのこのジュニアの2冠を坂田渡るから食らっている、何か 7.6 のね両方思わせるような展開になってきてますよねこれね、はい、さあこの坂田渡る天下一ジュニア、インタージュニアの2冠王であります。まさしくその攻めは天下一品であります。坂田渡る頬をはたいてくるなど、これはすごい坂田渡るであります。坂田のその辛辣な戦法に川田俊明はそれを段を丸からることができました。エスケープであります。いやでも危なかったですよ。そうですね、あの坂田もねよくここまでね回復しましたよね、あーっと狙いつつね、これはヒップドロップを見せました。もう完全に右膝ですもんね、狙ってるのはね、手術した箇所ですよね、はい、膝の集中砲火を食らっています。そして今度はまた膝を狙ってくる、さあ膝だ膝だ膝だ、川田としては苦しいぞ、ここは耐え忍んでほしいところでありますが、カットに入ろうと思った剣道家臣は青コーナーでもって青コーナーの下でもって橋本信也に捉えられている。そしてさあ川田俊明が結構、ね、いい角度で入ってますよ、はい、家臣がやっと救援、ハンマー落としてまいりました。剣棒術数に長けているこの剣道家臣でありますが、今日はゼロワンの若大将とも言うべき坂田渡る、さらにはゼロワンの大将軍破壊王橋本信也の周り、ちょっとこれはスタミナを奪われつつあります。そして川田来るなら来いという体勢、連発で来るショートのエルボーできた、川田が今度はあと左右の連打ですね、ジャンピングハイテック、抑え込んでいってカウントありますが、どうか塞ぐか塞げるか、カウントは2カウント、カウントは2カウントになりました。さあそして今度は同時めか、いや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 、スリーパーで来る橋本信也が今度はカットには入ってこられない。青コーナーサドルはご覧のように剣道家臣が橋本信也を捉えています。あ、フェイスロックですね、フェイスロック決まったかどうか、ロープサイドになっていますがフェイスロック、さあ坂田ロープが遠くなってくる、ロープが遠くなってくる、橋本カットに入れない、橋本カットに入れない、スリーパーですね、さあ同時めできた、坂田は絶対絶命、タップタップギブアップ、20分31秒というアナウンスでした。川田が橋本を捉えました。そして坂田を落としました。20分13秒で決着がつきました。同時めスリーパーが決まりました。川田がゼロワンの若大将坂田を捉えました。大沢さん振り返ってください。途中からね、橋本川田から、はい、坂田がね、ガンガン行ったことによって坂田の方に川田たちの目も向いたという形になりましたよね。そうですね、だから実際はね、はい、橋本と川田の絡みもう少し見たかったんですが、これも流れの中でこうなってしまったと。ただね、坂田もね、なかなかいいとこ見せましたよ、これは。そうですね、はい、川田危なかったですもんね、はい、まあ、しかし大谷さん、はい、今日私も実況で言いましたがね、はい、世界のいわゆるその三冠戦の前哨戦とも言うべき川田とその橋本のぶつかり合いもありましたね、はい、そうですね、だからもう、やっとなんか構想がスタートしたという感じ。ちょっと待ってください、何ですかこれは。報道的に言うと白覆面の柔道着男二人が入ってまいりました。一体これは誰なのか、場内からは
いろんな声援飛んでいますが、立ちはだかったのは一体誰なのか。白覆面の柔道着男が2人入ってまいりました。カムダル蹴り、後方から蹴り技、さあ大変なことになりました。またしても暴乱の全日本マットとなっています。今 STO のような感じがしました。今のは STO ですよ、明らかにね。となればもしやあのレスラーが上がってきたのか。ちょっと来ましょう。おい、俺は小川じゃねえんだよ。小川からのメッセージだ。全日本プロレスのファンの皆様、目を覚ましてください。以上。全日本プロレスファンの皆様、目を覚ましてくださいと言った。さあ今放送席目の前、この男、白覆面の男が何かちょっと持ってますね。何でしょう、 なんですかね。シールを貼って、あと王ちゃんマークですよ、あれは。あー、ということは佐野さん、はい、あの人ですね。でセリフがね、全日本プロレスのファンの皆さん、目を覚ましてくださいというね。はい、しかも放送席目の前のニュートラルコーナー、青い鉄柱に王ちゃんマークが貼られました。ということは小川直也ということか。まあ、本人は、ね、小川じゃないと小川のメッセージを伝えに来たと言ってるんですが、はい、実際じゃあ今日何しに来たのか、今のじゃ分からないですよね。そうですね、武藤圭司、小島さとし、嵐、全日本のメンバーがリングに立っています。ちょっと来ましょう。お前1対1でやるからな、小川、絶対な。おい、1対1でやるからなというメッセージ。お前出てこないんだったら俺が出てってもいいぞ。おい、またしても今年1年全日本プロレスありがとうございました。またしても全日本マットに新たな刺客か。来年も全日本プロレスをよろしくお願いします。来年も全日本プロレスよろしくお願いします。武藤圭司、川田俊明、小島聡、加賀谷、みんな、嵐もみんなで一生懸命頑張ります。いっちゃうぞバカ野郎。継承ギリギリで入れてくるんだから、あなた方、なあ、やったらやり返されと、なあ、継承ギリギリで入れてんだから。川田の神髄見たり、OK って言えば OK だけど、ちょっとあの坂田に頼りすぎてたよね。まあ来年、できればやりましょう。まあ両国でやる相手がいないんだったら別にやってやってもいいよ。はい、というわけでこの試合は川田俊明選手の勝利ということで幕を閉じました。なかなか珍しいね、同締めスリーパーという、フィニッシュだったと思います。まあ、しかしあの橋本真也選手もですね、あの右肩脱臼の影響をこう感じさせない、試合を展開されていたかなというところはね、さすがミスター IWGP 頑丈なねプロレスラーだなというところです。まあ、僕なんかがねやっぱ脱臼の話してもなんかもう全然この格が違うというかね、もうレベルの違うようなね感じかなと思いますけども、やっぱりプロレスラーはね本当にこう体丈夫でね強い人たちなんだなと、本当にねそういうところからも改めて当時も感心いたしました。今回の試合きっかけになってですね、またこの翌年2000年の2月に三冠ヘビー級王座戦が行われたという試合はですね、以前このバトルライブで取り上げましたので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。来週はですね、もういよいよ年末、もう大晦日も近いということで、こちらの試合をご紹介いたします。2007年の12月16日後楽園ホールで行われたファン感謝デーから F1 タッグ選手権試合、王者武藤圭司神奈月組対挑戦者佐々木健介ザタッチの一戦です。
ダブル武藤の2度目の防衛戦ということになります。挑戦相手はこのザ・タッチということでですね、この佐々木健介と似ているこのお二人が試合するというところなんですけども、この当時ですねザ・タッチで言うと佐々木健介とあの奥さんのモノマネもしていたというところでですね、奥さんも登場するのかという一戦ともなります。ぜひ来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。